はい、月です。本日開封するのはこちら、5月25日に発売されたミドルスペックスマートフォン ZTE のブレード V8 でございます。 V8 Pro の弟分と目される低価格ながらも流行りのデュアルカメラを搭載しているスマートフォンです。OS は Android 7.0 NUGA、2画面表示可能になった Android OS ですね。そして CPU、システムオンチップは、Qualcomm スナップドラゴン435オクタコア、メモリ3ギガの ROM 32ギガ、画像解像度 1920×1080、 画面サイズ 5.2 インチのフル HD となっています。注目のカメラはメインがデュアルで1300万足す200万画素、フロントが1300万画素となっています。でもう一つの注目ポイントが、これ単体で、つまりオフラインで FM ラジオが聞けるという点です。 SIM カードスロットは DSDS に対応、外部メモリは最大 128GB まで対応、連続待ち受け時間約560時間、連続通話可能時間1080分、時間に直すと18時間となっています。カラーはシャンパンゴールドかミッドナイトグレーが選択できます。最近のスマホは一眼クオリティといいますか、カメラに相当力を入れてますよね。こちらのスマホは背面デュアルに加え、自撮りも綺麗に撮れるフロント1300万画素カメラを搭載しています。デュアルカメラで美しいボケ味の写真が撮影可能、またリフォーカス機能で撮影後にピント位置やボケ効果を調整できるので、料理写真やポートレート撮影時に活用できます。多彩なカメラモード設定と調整機能と、多彩なカメラモード設定やプロ並みのパラメータ調整機能により、さまざまな画像調整が可能に、撮影後の画像も魅力的な加工処理を施すことが可能です。非常に写真好きにはたまらないスマートフォンじゃないでしょうか。取扱い店舗が大手量販店に限られていますが、価格が税込み 37,500 円前後、私はビッグカメラさんの、こちらビッグシムと、ビッグシムとセット購入したので 16,190円引きの 21,384円ですね。こちらを 21,384円で購入しております。なお SIM 料金として通常3229円が発生しますが、こちらもそこから3228円が同時値引きされており、実質1円で開通となっております。デュアルカメラ搭載スマホはだいたい5万円台が多いと思いますので、パワーはそこそこでも写真をガシガシ撮りたいという、女子なんかにですね向いているスマートフォンではないでしょうか。回線についてですが、店頭では au 回線が使えないと言われたんですが、 3G 回線を利用しない au ボルテ SIM は利用可能となっています。はい、前置きが長くなりましたが、早速開封してまいりましょう。はい、これゴーグルですね。ゴーグルらしいんですが、このゴーグルについては次回触れたいと思います。一応最近ずっとゴールドを買っているので、今回もゴールドを購入していました。本体、はい、こちら電源ですね。でこちらが例によって USB ケーブルとなっています。そしてこちらは説明書ですね、はい、安心保証サービス、保証期間2年と、保証書と、はい、クイックスタートガイド、SIM オープナーですね、はいはい、裏箱にはゴーグルの使い方が書かれております。それでは電源入れてみたいと思います。はい、ということで無事セットアップしましたが、なんかねエブリフォンと似てる感じがちょっとしますね。で持った感じなんですけども、すごい軽く感じますね。 140g だと思うんですが、よいしょ、
はい、143g。 リフォンが 140g。 なんか余量の方が軽いはずなんですが、はい、V8 の方が少し軽く感じるような、そういう持ちごたえ感というふうになっています。では恒例のベンチマークを取っていきたいと思います。はい、ということで結果が出まして 41,505 ということで、前回行ったエブリフォン EN が 31,000 ポイント、そしてバイオフォンエースが 45,000 ポイントというところでしたので、まあその間ぐらいですかね、バイオフォンエースより約 4,000 ポイント、まあ、3,000 ポイントぐらいかな落ちますが、エブリフォン EN より1万ポイント上となっていますが、価格差を考えた場合どうでしょうかね。コスパが優れているかどうかというとちょっと微妙かもしれませんね。細かく見るとこんな感じになっています。続いてギークベンチマークをやってみたいと思います。ということで、このような結果になりました。シングルコアスコアが655、マルチコアスコアが2749ということで、シングルコアスコアはエブリフォン EN が580で、バイオフォンエースが694でしたので、やはり間ぐらいという感じです。マルチコアスコアについてはエブリフォン EN が1806、バイオフォンエースが2019でしたので、こちらについてはブレード V8 の方が、ハイスコアというふうになっています。はい、ということで、ZTE のブレード V8 の開封からベンチマークまで見てきましたが、
ベンチマークだけ見ると1万円ぐらい安いバイオフォンエースの方がコスパ高いんじゃないかなっていう気もするんですが、やはりこいつのですね一番の売りはなんといってもこのデュアルカメラ、3万円台で搭載しているデュアルカメラだと思いますので、次回以降写真を撮影して他のスマートフォンとの比較なんかをしてみたいと思っておりますので、よろしければまたチェックしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。